説も見ないで答えたらトイック待ってこうし、どれだけ正解できるのか。Recognized, recognizing, is recognized, has recognized. これは is recognized が圧倒的に多いと思う。正解に今までなったのは。正解、これも一番正解に多い。何々 of whom ってことじゃないと出てこないんですよね。さて始まりましたもっちゃチャンネル。さあ今回はですね、大人気企画というか、この間会った方にですね、まあトイック勉強してるんですけどっていう人が、すごく面白かった企画なんで、もう一回やってくださいよって言われたやつですね。それが、はい、トイックの問題、説も見ないで答えたらトイック満点講師、どれだけ正解できるのかっていうのを再びやってみたいと思いますね。前回の動画ですね、びっくり驚きの正答率を叩き出しましたので、普通にトイック初級者に余裕で勝ってしまうというですね、そういった状況になりましたんで、今回も新しく出た公式問題集で挑戦したいと思いますね。まあ、ちょっと今ね、佐藤幸夫先生と背景知識講座取ったばっかりなんですけど、まあ、また今回はすごい役に立つものになってますので、背景知識講座もぜひぜひ皆さん見てください。それではパート5の30問やっていきたいと思います。果たして何問正解することができるんでしょうか。やっていきたいと思います。隠しながら選択肢だけを見て、今までのトイックの傾向からこれっていうのを選んでいきます。その、まあ、あった人が言ってたのは、すごく正解の出し方が役に立ったって言ってたので、どうやって私が問題も読まずに正解にたどり着くのかっていうのがめちゃめちゃ役立ったと言ってましたんで、やってみたいと思います。101番、まあ圧倒的に副詞レギュラリーが正解になりやすい。何度も正解になってます。この並び自体も何度も見たことあるし。次クエスチョン、クエスショナブルかクエスチョンズだと思うな。序盤だから形容詞か名詞だと思いますね。 newly, enough, directly, exactly。 ああだいぶ違うぞ。どれも正解になったことあるな。多いのは directly か exactly だな。 directly にしましょうか。副詞の入れるものですね。 Deserted and closed returned simple。 うわー全然違うじゃん。 simple かな。次 recognized recognizing is recognized has recognized。 これは is recognized が圧倒的に多いと思う。正解に今までなったのは is recognized as とかそういう感じで出てるのが多いですね。 presentation leader setting education、 全然違うなこれも。 make a presentation かな。Hired, to hire, hires, hiring。 Hiring かな、 ing かな。 ing はまあね、同名詞になったり分詞になったりしますからね。 access, accessibly, accessing to access。 accessible が一番正解になりやすいんだけどな。ないな。ってことは accessibly なんじゃない。次 as, we, ours, our、 困ったら所有格。所有格が圧倒的に正解になりやすい。アワーにします。もちろん違うこともありえますけどね。次 credit, renew, commit, enroll。 うわーこれもどれも正解になりますね。 credit の可能性が一番低い、 renew が一番よく出る。ただ commit to ing とか enroll in とかもよく出てくるんでね、ちょっとわかんないな。 motivation は motivate, to motivate, motivates。 手術だったら動詞が motivate とか motivates で問われる問題でしょ。三人称単数。次 at, of, for, with。 うわ全知だ。もうこれは分からない。 at A が少ないから今のところ選んでんの。でもこれもね、合ってる前提だからな。次 generosity, most generous, generously, generous。 うわーわざわざ most 入れてこないんじゃないかな。 generously。 as, then, or, but。 うわー相関接続詞 either A or B。 cancel, to be cancelled, was cancelled, cancelling。 うわー cancelled、 受け身になることが多いと思う。 amount, demand, speed, service。 うわー amount が一番多いよね正解には。いやただ meet the demand とかもよく出るから meet demand にします。次 more interested, most interested, too interested, interested。 わーここに比較の問題が出てきてる。比較算じゃないかな多分。続いて collapse, maximize, astonish, resemble。 一番いいのは maximize かな。出しやすいのは although prior to, from, perhaps。 prior to じゃない。いやでも前置詞が B と C で2つあるから接続詞かな。 A の応答だ。これ接続詞 VS 前置詞と副詞の問題で、前置詞が2個あるから接続詞が正解になりやすい。次 brightly, thickly, boastfully, effortlessly。 あんまどれも正解にならないですね。 effortlessly かな一番なりやすいのは。
despite, even, while, that、 はい、同じパターン来ました。 while と despite の可能性が高いよね。なんとかだが系ね。さっきのが although だったら despite なんじゃない、今回は前置詞で。うわ、次関係詞きた。 who, whom, whose, whoever。 whom が少ない。一番圧倒的に正解になる可能性は低い。何々 of whom って形じゃないと出てこないんだよね、トイック。一番多いのは主格の who。 でも whose もよく出てる最近。 whoever も出ます。後半だから whose。The unheard, absent, inaccurate, opposite. 不正確 inaccurate が一番多い。終わりました。ではでは答え合わせしていきましょう。いやー、どうなんだろう。前回よりはできてないんじゃないかなっていう印象ですけどね。前回ができすぎちゃってたんじゃない。はい、行きましょう。101番 regularly 正解。やはり副詞が正解になりやすい。次 any questions? おー正解。次、newly か。newly もあれね。そう、newly renovated ね。はい、よくありますね。続いて、closed。ああ、閉まってるでした。続いて、see。あ、is recognized。あ、後ろの as も正解してる。もう一番ね、多いんですよ、このパターンが。次、presentation 正解。ああ、make じゃなくて、practice presentation でしたね。hiring strategy。はい、正解ですね。ing。ああ、名詞たす名詞のパターンで来てたんだ。なるほどね。次、could access か。なるほど。助動詞の後ろの動詞の原型ね。our development は正解。ね。所有格は正解になりやすい。あ、enroll in 言ったやつですね。はい、enroll in だったかな。renew the contract とか一番多いんですけど。motivational か。motivates じゃなくて。まあね、形容詞正解になりやすい。for か。これはわからんかった。113、generously 正解。はい。generously offer か。はいはいはい。福祉ですね。あ、やっぱりね、絶対モーストジェネラスは入らないと思ったんですよ、この選択肢の並びだったら。次、アズか。接続詞はアズでした。 She were cancelled, ほらね。これは当たってますね。一番使い受け身で正解です。ディマンド当たった。トレメンダスディマンドか。 More interested, はい、これも正解。ダンが後ろにあるだろう。当たった。はい、今マキシマイズ正解。お、マキシマイズエフィシエンシー。やっぱ予想通り、一番これが来るんじゃないかなと思った通りですね。コロケーションも予想した通り。オールド、はい、正解。ほら、1個だけ接続詞予想した通りですね。エフォートレスリー、はい、正解。これも一番正解になります。続いて、あ、ディスパイトじゃなくて、ワイルか。接続詞が2回正解。お、フーズ当たった。後半に出てきてるから、フーズじゃないのってやつね。インナキュレット、正解ですね。はい、これもよく出てくる。はい、ということでした。ちょうど半分正解しました。はい、ということで今回は、今大会はですね、半分。ああ、ということで前回には及ばなかったのかな。前回半分以上正解しましたね、確かに。覚えてないんですけど、こんな感じになってました。ただこのね、正解のパターン知っておくといいかもしれないですね。あー、ちょっともうちょっと形容詞のとこね、惜しかったなー。あー、多分ね、2択まではね、絞りやすいもの結構ある。despite と while とか、前置詞接続詞の対決だなとかっていうのは予測できたりするので、ちょっと残念でしたが、はい、こういった結果になりました。まあ私のね、回答のプロセス、背景知識みたいなもんですねっていうのを分かってもらえたんじゃないかなと思いますね。こういった形でこれが正解なんじゃないかなと思って予想していけるっていう感じです。はい、参考にしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。できたいと思います。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもうほんと400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。